百尺観音は、福島県相馬市ひしもい市にある魔害物である。制作から管理まで、宗教法人や行政ではなく民間が行っている。百尺観音地元の仏師である、荒吉明が、諸国有歴の後、千体の仏像を作るより生涯、一仏一体と決意し、混流に着手したのが始まりである。昭和6年に着手してからは義明は、制作に身を投じ、 昭和33年には88尺になった観音像の海岸式が行われた。しかし、34年の年月を費やし一人で掘り続けた吉明であったが、完成を見ないまま、昭和38年に62歳で他界した。二代目が製作を引き継ぎ、崩れやすい砂岩の魔害物にモルタル加工を施すなど、観音像の建設を進めた。しかし、 昭和55年に53歳の若さで亡くなった。さらに、三代目が継承し、参道や境内などの周辺を整備した。また、平成23年の東日本大震災では、左手の落下やモルタルの剥離などの被害が出たことから、修理を行っていたが、平成25年に58歳で他界した。現在は、四代目の荒洋之助が引き継ぎ、 観音像の制作を行っている。着工から100年となる、令和13年までの完成を目指し、整備を進めている。現在の高さは88尺であるが、未完の台座部分が完成すれば118尺となり、日本一の魔外物となる。平成30年7月5日のテレビ朝日系列、何これ、珍百景では、親子4代で制作を受け継いできたエピソードが、 再現ドラマ形式で放送された。再現ドラマでは、地元福島県出身の斉藤明と暴れる君が、演じた。100年越しの夢マイナス100尺観論完成を目指す、相馬市民の朝鮮ファボ岩き国。地域、クラウドファンディングファボ。2020年6月8日閲覧。100尺観論。www.facebook.com。 2020年6月8日閲覧。あばれる君シグマタウインスタグラム、何これレ珍百景相馬市。インスタグラム、2020年6月8日閲覧。福島放送何これレ珍百景2018-07-0519-00のニュース。t v b でたくら。2020年6月9日閲覧。ありがとうございます。